いきます。高校でも一緒だね。愛坂くんのリトマス紙。透明な夜空見上げて白くため息を溶かす Drink my heart またたくまに闇を切り裂く光君には見えない。全国各地の先生こんにちは。私が出席番号1番愛坂くんこと愛坂由香です。皆さんの生徒です。さてなんとなく学校テーマに声優そしてアーティストの愛坂由香がお届けする番組、それが愛坂くんのリトマス紙ということで、今回の先生からのリクエスト、リトマスネーム隣の R さん先生。愛坂くんこんにちはです。もう春になり新しいという言葉が似合う季節になりました。そこで私は小さい頃から一緒だった幼馴染かっこ愛坂くん役と、一緒の高校に上がれてクラスも一緒になった幼馴染からえへへ高校でも一緒だねと言われたいのでそれをリクエストします。このリクエストが通ると私は嬉しくて嬉しくて言葉にする暇もなく爆散してしまいますのでどうかお願いしますというメールでした。これはなんか私でやった方が良かったのかなと今更気づいたんですけど、まあ何者かに言わせてみました。高校でも一緒だねって幼馴染に言ってもらえることによって嬉しくなる本当の幼馴染の男子ってどれだけいるんだろうこの世にって思いますけど、アニメではやっぱ定番じゃないですか、幼馴染とのそのラブストーリー。実際だってさ、ほら妹萌え、お姉ちゃん萌え、幼馴染萌えってあるけど、妹もお姉ちゃんも別に身内だしそんな萌えないわみたいな人結構いるわけじゃないですか。幼馴染には実際どうなんですかね、なんてことを考えながらやりましたけど、爆散していただけましたでしょうか。あ、そう、もう4月後半ですよね。だってね、4月24日なんだけど、まあせっかく届いたんでね、やらせていただきました。そして世の中的にはもうすぐゴールデンウィークが始まるわけですよね。ゴールデンウィークってどう過ごすのが正解なの？だって人混みじゃん、どこ行ったってさ。人混みに埋もれるのが正解なのか、そんな中でもお家で自分らしく過ごすのが正解なのか分かりませんけれども、思い思いのゴールデンウィークを過ごしていただければと思います。愛坂くんの予定は決まってませんけれども、はい、というわけで愛坂くんのリトマス紙、いよいよ授業の始まりです。愛坂くんのリトマス紙、この番組はフライングドッグの提供でお送りします。今週も1時間目2時間目を通してこちらライブの復習というわけで、まさかの2週連続のライブの復習です。4月5日 ZEP ダイバーシティ東京で行われた愛坂由香ファーストワンマンライブ、屋上の真ん中で君の心は青く香るままを振り返ってお話をする。まあ、先週もたくさんお話しさせていただいたんですけども、それをはるかに上回るたくさんのメールがね、来てるということで、今週もぜひぜひライブのお話をさせていただければと思います。先週もすごくいいメールたくさん読ませていただいたんですけれども、いやー話足りないよやっぱり。あー、はい、というわけで今日も京都で行こうと思います。リトマスネーム AY ハマー先生。愛坂くんお疲れ様です。ファーストライブ、参加させていただきました。行くのが遅くなりパンフレット、ラバーバンド、愛坂紙ペン&付箋しか手に入れることができなかったのですが、そんなことはライブでぶちまけてしまいました。次のライブではフル装備で参加してもっともっと楽しみたいと思います。パンフレットは表紙からセクシーな愛坂くんがいてドキドキしてしまいましたが、中には様々な愛坂くんがいて可愛さがやばいと思いながら読んでいました。今後もいろいろな愛坂くんを見たいので、もっともっとグッズをゲットして応援していきます、だそうです。ありがとうございます。本当にね、グッズがね結構こう早いうちに完売というか、
残り少ないみたいな感じになってしまったようで、たくさんゲットしていただいてありがたいなと思います。なんですけど、まあ、平日開催というのもあって、こうやっぱりね、お仕事終わりでねいらしてくださった方とかは物販に並ぶっていうこともなかなかね、できなかったと思いますし、いや申し訳ない、でも嬉しい、ありがとう。あ、ファンフがここにありますけれども、そうなんですよね、表紙どうですか、凛先生。肩紐がいい。ありがとうございます。表紙も 2,3 パターンで悩んだんですけど、まあ迷ったやつは中にちゃんと入ってるんですよ、おそらく。うん、入ってるね。そうそう、こうやって迷ったんだね。これ撮って言ってみんなには分かんないやつなんだけど、まあ表紙でも結果これにしてよかったと思います。だいぶキャッチーでしょこの表紙。なかなかそれこそ見せることのない愛坂なんじゃないかなと思いますけれどもね。このジージャンとピンクのふわふわの甘辛ミックスが個人的には気に入っておりますけれども、語り。そうね、たくさんこれもインタビュアーさんにお話をたくさん聞いていただきましたけれども、どうかな、これでなんか今まで話してないこととかちらほらあったかなと思いますけれども、まあぜひぜひこちら熟読していただければと思います。はい、グッズね、またなんか出せたらいいなと思いますけれども、その時はねぜひ皆さんの手に届くようになったらいいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いて、リトマスネーム謎のプリースト先生、愛坂くんごきげんよう、ファーストライブお疲れ様でした。愛坂くんの力強く伸びのある歌声、艶っぽい表情、初々しい MC、 全てが最高でした。最初からテンションマックスに持っていって、しっとり聴かせる曲、カバー曲、雨降りからも3曲披露し、まさかのギターまでも披露、こんなに盛りだくさんでいいんだろうかっていうくらいいっぱい詰まっていて、いろんな愛坂くんを感じることができました。愛坂くんは平日に呼び出してごめん、来てくれてありがとうと言っていましたが、こちらこそこれからますます飛躍していく愛坂くんが記念すべき第一歩を共に刻むことができて嬉しい気持ちでいっぱいです。愛坂くんの歌声に愛坂優香という存在に出会えて幸せだな、そう感じることができたライブでした。改めて素敵なライブをありがとうございました。ライブでもらった歌声、言葉を大切にしてセカンドライブも楽しみに待っています。ありがとうございます。初々しい MC って書いてあるけど、多分私は一生あのままだと思うよ。なんか特別緊張していたわけでも実はなくて、なんかリハの段階でいけるなと思ったらなんかそんなに緊張しないタイプなんですよね。なんか不安要素があると緊張しちゃうんですけど、あんまりなんか不安がなくて、まあ、強いて言えばセルリアンスタッシュが1曲目っていう不安はあったけど、でもなんかそれ以外、まあ皆さんも本当に温かかったので、なんかただこうダラダラ喋ってるだけになっちゃったんですけど、それはなんか初々しいという風に例えてもらえるとすごく聞こえがいいんですけど、多分私はなんか永遠に思いついたことをその場で言うみたいな感じになってしまうんじゃないかなと思うんですけど、まあでも聞きづらくないようにねしたいなとは思いますけどね。でも多分あのスタンス、なんか私一生あのままな気がするな。一生初々しいみたいな感じになっちゃうのかな。それ申し訳ないな、ちょっと精進しますね。はい。のがありつつ、ステージ上の動き、いや全然決めてなかったんですよ、何にも。でもスタッフさんからは光光の時に、まあ、ちょっとこうエモい感じに挨拶みたいな動きしたいよねみたいな風に、提案があったので、まあぜひこう隅から隅まで皆さんにご挨拶したいなと思って、アウトロでねこうちょっとペコリとお辞儀をさせていただいたりとかっていうのは、まあ、ちょっとやろうかなとは思っていましたけど、その他はもう本当に気まぐれに気まぐれすぎて照明さんとかにご迷惑をかけたかもしれないんですけど、そうですね、あ、そう、レーザーすごかったですよね。どうだったんだろう、もう本当客席から見たいなと思いますね、くらいすごいレーザーだったと思います。あれもうちのマネージャー先生が提案してくれて、レーザーとかどうすかねっていう風に言ってくれて、いや本当ね、やってよかったと思いますけれども、あ、特攻もね、そうそうそう、透明な夜空をアンコールの
最後の曲でやったんですけども、あの銀テープとか持ち帰ってくださった方とかいるんでしょうかね。どうなんでしょうね。そう、あれもぜひやろうじゃないかという話で、まあなんかすごくライブらしい演出、あんなにライブらしいライブをねしたのはもちろん初めてなので、ライブらしいって言ったらあれだけど、速攻とかレーザーとかやっぱなんかライブの醍醐味じゃないですか。ああいうのやっぱ嬉しいですよね。うん、派手な感じもいいなと思いましたよ。はい、はい、続いてあ、お名前ない先生ですね。はい、愛坂くんこんにちは。そしてメールでは初めまして、先日のライブは最高に楽しませていただきました。ファーストライブの開催が決まり、これはいかねばと思い、愛媛から頑張って参加しました。初東京、おー、ありがとうございます。ようこそ東京へ。演奏パートでは愛坂くんの美声をクールなバンド演奏とともに生で聴けて幸せでした。特に一番好きな曲アンチジオメトリーでテンションがマックスまで上がりました。そして MC では愛坂くんの優しさでファンのみんなを励ましてくれましたね。一番印象に残ったのはマイクを手放し大丈夫と直接届けてくれたところです。あの声を思い出すたびに愛坂くんが本気だったんだと感じられて感動が蘇ってきます。これからも応援していきます。最高のライブありがとうございました。そうだそうだ、マイクを外して大丈夫って叫んだんだよねそう、なんか叫びたくなったよね。マイクを通してだとなんか大声をやっぱり出せないじゃないですか、うるさいじゃないですかでもなんかこうどうしても叫びたくて、あの瞬間は。はい、あのそうなんですよね、本当愛媛からありがとうございます。愛媛の他にもたくさんいろんなところから皆さんに来ていただいて、あの本当にありがとう。平日なのにね、申し訳ない、でもありがとう、嬉しいです。あの後は皆さんホテルに泊まったのかな、だって 帰れないよねあの時間だとね。申し訳ない、ありがとう。そしてそうなんですよね、あの関係者の皆様にもたくさん来ていただいて、で私の声優仲間の子たちも、何人か来てもらったんですけど、あのなんかみんな泣いてたんですよ関係者というかその声優さんね、なんかもう本当にうるっときちゃったよとか、あの声優さんとか私の友達とかもね、もうなんか泣いちゃったよっていう声が多くて、なんかすごいもう温かいかよと思って、やっぱりこう私の家族ぐらいの気持ちで仲良くさせていただいてる方々子たちには、あのすごく一緒に泣いてもらいました。本当にありがとうはい、あ、そうなんですよね、あのもいもい先生とありかさま先生にも、来ていただいたんですけれども、りゅう先生にも、りゅう先生っていうかりゅうさんにも来ていただいたしとか、いろんな方にとにかく来ていただいたんですけども、打ち上げでありかさまにあのお話を、ありがとうございましたとお伝えすることができたんですけど、なんかとてもすごい素敵なシャンパンをいただきましたよ差し入れっつってピンク色の、うわーすごいなーと思って、これぞ有香様ですよね。いやほんと青少女領域まで歌わせていただいたのに、もういただいてばかりで申し訳なかったですね。何かこんな自分でも何かお返しできる日が来るんだろうかね。はい、頑張ろうと思います。ありがとうございます。はい、というわけで、後半もまだまだライブの復習をお届けします。ではここで一曲お届けしましょう。愛坂由香でルックバック。
送りしたのは愛坂由香のルックバックでした。愛坂くんのリトマス紙。さあ2時間目も引き続き私のファーストワンマンライブの復習です。ということで、早速メールを読みます。リトマスネーム KP 先生。ライブ屋上の真ん中で君の心は青く香るまま、最高でした。あまりの素晴らしさにその帰り道でこのメールを書いております。ありがとうございます。どこが良かったとか印象に残ったとかお伝えしたいことはたくさんあるのですが、中でも特にアンコール後の MC、 そして大丈夫透明な夜空の2曲の流れは言葉では言い表せないほど心に突き刺さるものがありました。実は僕はこの時人生における挫折を幾度か経験して、自らの今後について投げやりに考えがちになっていたのですが、愛坂くんの大丈夫って言ってあげられる人がここにいるよ、だから明日からもなんとか生きようよという言葉にとても救われ、その言葉の後に聞く透明な夜空は普段聞いている時以上に愛坂くんの思いが伝わってくるようで、僕にとってはまさに闇を切り裂く光でした。これからも応援を続けていくことで愛坂くん自身にも大丈夫だと思ってもらえたらいいなと思います。とても素晴らしいライブを本当にありがとうございました。おー、ありがとうございます。帰り道に書いてくださった、ありがとう。皆さんどんな帰り道過ごしたのかななんて思いますけれども、でもツイッターとかでね、ありがとうございましたというふうに投稿したら、それに返ってくるリプライがとっても温かかったのですごく安心した覚えがありますけれども、翌日皆さんどうだったんですかね。筋肉痛になりましたか。どうですか。ライブの翌日はね、筋肉痛になりがちじゃないですか。やっぱ右腕がとかねありますけれども、愛坂としてはそうですね、翌日はお休みをいただいていたので、もう完全防備な感じで、完全にその翌日の収録に備えてゆっくりとゆったりと過ごさせていただきましたけれどもね、その間に皆様からのお花とか本当にありがとうっていう風にツイートさせていただいたり、関係者の皆様の感想を見たりとか、とても心穏やかで温かい、数日間を過ごしておりました。そう、闇を切り裂く光とか、大丈夫だって思うのと同じくらい心配でとか、山本芽衣子さんの書いてくださった歌詞には山本さん自身も言ってたんですけど、私自身がすごく救われるんですよね、歌っていて。みんなに大丈夫だよって言ってあげたいのと同じだけ、私も誰かに大丈夫だって言ってほしいと思っているので、歌は歌い手にもパワーをくれる不思議なものなんですよね。なので最後は透明な夜空で締めれてよかったなと思うし、その前に歌えた大丈夫というクリープハイプさんの曲もそうですね、歌ってよかったというか、本当にいつか皆さんの前で歌いたいなと思っていた曲だったので、あの流れは神だなと自分でも思っております。はい、いやー、でもほんと大丈夫、緊張したよ。ギター弾きながらだから、なんかこううまく声もね出なくて、なんかこううーっていう感じでしたよ。もうだけどそれがまたね良かったりするのかななんて、その分思いも伝わるのかななんてね思いつつね、はいはい、続いて、リトマスネームゆらや先生、こんにちは、初めてメールいたします。ありがとうございます。ファーストライブお疲れ様でした。突然ですが僕は誠に申し訳ないことに、最近まで愛坂由香さんのことを存じ上げませんでした。しかしたまたまですが A&G のラジオを流して聞いていると、この番組で瞬間最大ミーが流れ始めて、聞いた時雷に打たれたような衝撃を受けました。その唯一無二の楽曲の世界観と、それに負けない力強い歌声に圧倒され、すぐに
この番組や楽曲について調べ、発売日にファーストアルバムの屋上の真ん中で君の心は青く変わるままを購入させていただきました。そして、CD 選考が当たりライブに参加させていただきました。こんなにアクティブに活動するのは初めてなので自分でも驚きです。ライブでは最初からエンジン全開で力強いパフォーマンスから始まり、ギターを弾く新たな挑戦や私たちを驚かすカバーの曲目を披露され、歌唱中クールな歌声の中に熱い思いを感じることができ、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。カバー曲では知らない曲もありましたが、ぜひ原曲の方もこれから聴いてみたく新しい世界が広がりました。ありがとうございます。そして逢坂優香さんのことを詳しく知らなかった僕にも、周りのファンの方々に優しくしていただき本当に幸せな気持ちになりました。長くなりましたがこれからも応援していきますので、心臓者の私ですがよろしくお願いします。そして声優活動、アーティスト活動頑張ってくださいということでした。ありがとう。ラジオの力ってすごいですね。リトマス氏ありがとうめっちゃありがとう。こうやって新たな出会いの扉となるリトマス氏という素晴らしい番組、やっててよかったですね。音楽を流すことって本当にすごいですよね。影響力半端じゃないまあそんなことは、ともかくとして、カバー曲ぜひぜひ原曲の方も聴いていただければと思いますし、今回のそのアルバムから入ってくださったということで本当にありがとうございます。嬉しく思っております。歌唱中クールな歌声の中に熱い思いを感じることができ、そう、私のことをよく知る声優の子からも言われるんですけど、逢坂優香とは侍だというふうに言われたんですよ。なんかこう静かの中にも熱い炎が燃えたぎっているみたいな、静の中にこう銅があるみたいな、なんかそんな風に例えてもらったことがあって、まさにそんな空気をゆらや先生にも感じていただけたんでしょうかね。どうなんでしょうね。まあそうですね、私はあまりこうアクティブにキャーイって騒ぐ方でもないので、静かに見られがちなんですけれども、でも常に心の中は燃えていますので、まあそういうものを表現できるものがやっぱり歌とか声の表現とかなのかなと思うと、表現の仕事やっててよかったなと思いますね。あら、もう終わりですか。本当にたくさんのメールが届いているんですけれども、紹介できなかった皆様はすみません。でもたくさん本当にありがとうございました。その日のうちにメールを送ってくださった方とかもねいてね、嬉しく思います。改めて、まあ、今回ファーストライブをやらせていただいて、すごく不安な気持ちが最初の頃はたくさんあったがゆえに、ラジオとかでも、まあ、ツイッターとかでも結構なんかこう皆様に対して、いや盛り上がってくださるのはすごくありがたいけれども、できるだけこうマナーというものを大切に、世界平和でみたいなことをね、すごくうだうだとね言ってしまったと思う。それは本当に申し訳ないなと思うんですよ。皆様のことをなんか信じてないとかそういうことじゃないんですよ。ただただみんなに喜んでほしいからそういう風に口走っちゃったんですね。それはおこがましいんですけれども、でも皆さんに感じ取ってもらえてたらいいなという本当の思いです。なんだけど、もう当日はそんな不安をも皆さんが拭ってくださって、本当に楽しい時間になりました。皆さんのおかげで成り立っている時間だなというふうに強く感じました。で、歌をすごく皆さん褒めてくださっているんですけれども、上手に歌わなきゃとかすごい囚われた時期がね自分にもあったんですよ。てか割と最近までそうだったんですよね。音を取らなきゃとかね、リズムを取らなきゃとか、でもなんかそういうところじゃないよなって、やっぱりライブなんだから、皆さんに何を伝えたいか、正しい音符じゃなくて伝えたいものってなんだろうというふうに、改めて向き合って表現した瞬間に、なんかここに入れることの奇跡とかありがたみみたいな、そういうもので心がいっぱいになって、
なんか正しく音を取るとかもそういうことはもちろん大事なんだけど、でもなんか、うん、そこじゃないってことにやっぱ気づけましたね、すごく、うん、自分もライブを、誰かのライブを見に行くときに大切になんか思うことって多分そこじゃないし、そのアーティストさんの思いが、伝わればもうそれだけでライブっていいもんだなというふうに感じながらいつも見させていただいてるので、私もそんなライブができたらなというふうに思ったんですよね。で、MC とかもすごくダラダラ喋ってしまいましたけれども、嘘のない言葉、綺麗じゃなくていいから、整ってなくていいから、なんかこう自分に嘘のない言葉を皆さんに伝えたいなという一心で MC もさせていただいた結果、あのようになってしまったんですけれども、まあ、初々しいというふうに言っていただいたんですけど、多分私は頑張りたいんですけど、多分一生このままなんだろうなって思います。でもそれをもういいねって言ってもらえるように頑張りたいなと思います。はい、そんな感じです。本当に楽しかったです。うん、率直に素直に何のひねりもなしにめちゃくちゃ楽しくて、自分のやりたいことをすごくたくさん詰め込んでやらせていただいた、そんな時間でした。平日にもかかわらず、いらっしゃって、そして楽しんでくださって、幸せな世界平和な瞬間を作ってくださって本当にありがとうございました。はい、以上、ライブの復習でした。君と全国各地の先生との学校生活、愛坂君のリトマス紙、そろそろ帰りの会の時間です。今日は107回目の放送でした。感想をたくさん読ませていただきましたけれども、読み切れなくて大変申し訳ない。でも本当にたくさんありがとうございます。皆様の思いを浴びるかのごとく、メールをすべて読ませていただこうと思っております。はい、そしてファーストライブ、本当に非常に大切な貴重な経験となりました。皆様のおかげです。ありがとう。またこのような機会があったらいいなと思っております。お知らせ、愛坂よかファーストアルバム屋上の真ん中で君の心は青く変わるまま発売中です。そして、テレビアニメ馬娘で成田ブライアン役で出演中です。ネットフィックスで配信中のソード街も尾形さやか役で出演中です。よろしくお願いします。そして先生方にいつものお願いです。メールは随時募集中。アドレスはあいさかくん @joqr.net、 あいさかくん @joqr.net、 あいさかくんのスペルは aisakakun です。現在募集中のコーナーなど詳しくは番組ホームページの学級日誌ご確認ください。それでは先生さよなら、皆さんさよなら、愛坂由香でした。愛坂くんのリトマス紙、この番組はフライングドッグの提供でお送りしました。